はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。機動戦士ゼータガンダムより144分の1、ハイザックです。1985年4月発売のキットで、税抜きで500円となっています。はい、こちらはボークスで購入した新品の再販物ですね。パッケージアートしかり、説明書のイラストしかり、まあ、シリーズが変わるごとに仕様も変わって、テンプレ化されておらず、今のねキットにはない味があります。はい、セット内容はランナーが3枚とポリキャップ、腕部の動力パイプはゴムのチューブが使われています。はい、それでは組み立てていきます。ハイザックについては100分の1と144分の1スケールのものが当時発売されています。どうも曖昧な記憶ではっきりはしないんですが、子供の頃にハイザックを組み立てたような記憶があって、それが100分の1だったか144分の1だったか、まあただね、特徴的なゴムのチューブが強く印象に残っています。はい、動画にするにあたっていろいろとネットで調べてみましたが、ゴムのチューブが使われているのは144分の1スケールの方ということになります。そして100分の1スケールの方はおそらく組み立てたことはないと思います。調べて画像が出てきましたが、100分の1はとんでもなくクオリティの高いキットで、まあ、もし組み立てたのであればね、間違いなく記憶に残るであろう素晴らしいキットですね。まあ、今度見かけたら必ず買おうと思います。はい、そしてですね、144分の1スケールではアイザックというキットが発売されていまして、こちらはシリーズがダブルゼータなんですが、これが首から下がまあ完全ではないんですが、ほとんど丸々ハイザックの流用でして、アイザックの方は間違いなくね、子供の頃に買って塗装もしたのでよく覚えています。なのでアイザックとハイザックで記憶が混同しているのかなという気も、しますし、ただね、記憶の中に残っているゴムのチューブは黄土色だったように思えて、まあ、やっぱりハイザックは作ったのかなと、まあちょっとなかなかね、昔のことすぎてはっきりは思い出せない次第ではあります。はい、それではですね、説明書の方の解説へと移りたいと思います。ハイザック、戦後に開発された連邦軍モビルスーツの第1号機である。旧ジオン軍のザクをベースに作られており、基本コンセプトはザクとほぼ同じで、新型機種というよりザクの改良型といった方がよく、連邦軍全体に配備されている。ザクに比べ装甲は強化され、新型の軽量パワージェネレーターの開発により大幅な軽量化がなされている。また軽量化の結果、ロケット用燃料の積載量が増加し、バーニアの充実と相まって宇宙空間での機動性が飛躍的に向上している。さらにリニアシートや360度センサーなどを最初に装備したモビルスーツであり、一年戦争終結後のモビルスーツの標準機とも言える。汎用型としてあらゆる戦闘を想定している反面、これといった長所はない。はい、すいません、ということですね、最後の一文がいいですね。これといった長所はない。はっきり言いますね。はい、ではもう少しハイザックの解説補足しておきます。地球連邦軍がジオン公国軍から接収したザク 2F2 型をベースに、連邦規格の各種部材を組み込んで開発した量産型モビルスーツ。一年戦争後に本格量産された初の機体である。一年戦争後の地球連邦軍は、その戦費などにより経済状況が芳しくなかったため、運用する機体は新規開発よりも既存機のマイナーチェンジを主流としていた。しかしながら戦後もジオン軍残党による各所への攻撃は
完全には収まらず、連邦軍は戦力不足でもそれらの掃討を行わざるを得なかった。その後、宇宙世紀81年10月に連邦軍再建計画が可決。さらにその後、宇宙世紀83年にティターンズが結成されると、再びモビルスーツ開発は活発化することとなる。こうした中で、ハイザックは地球連邦とアナハイムエレクトロニクス社の共同で開発をスタート。宇宙世紀84年7月にロールアウト。翌年85年に正式採用され、ティターンズから優先的に配備されていった。ハイザックはザクの発展型というよりは、ザクにジムの設計を強引に組み合わせたハイブリッド機というべき機体である。メインジェネレーターは連邦規格のものだが、動力系統は広告由来の流体パルス駆動と連邦由来のフィールドモーター駆動を併用する方式を採用している。しかし、この動力系統の混合からエネルギー経路のスペースは圧迫され、ビーム兵器のエネルギー供給用サプライケーブルは機体各部に露出することとなった。同時にビーム兵器のドライブは1機までに限定され、2つのビーム兵器を同時使用することはできなくなった。さらに、コクピットにはアナハイムエレクトロニクス社の後押しで同社製普及型全天周モニター付きリニアシートを導入した。また走行材には当時最新の部材が用いられており、機体の軽量化を実現。同時に燃料積載量の増加も可能となった。バックパックには MS-06R に近似するタイプを採用。燃料の積載量やスラスター技術の発展もあり、無重力空間における機動性は向上した。生産性と操縦性の高さから連邦軍の次期主力機として大量生産された。はい、ということです。では最後に、ハイザックの劇中での活躍です。機動戦士ゼータガンダムではティターンズの主力機体として登場する。後に主力機の座はマラサイやバーザムにとって代わられるものの、最後までグリプス戦役を戦った。名のあるパイロットではジェリド・メサ、カクリコン・カクーラー、サラ・ザビアロフらが登場した。ティターンズの傘下に置かれていたジオン共和国軍でも運用され、同軍所属機には頭部にブレードアンテナを装着した機体や、詳細不明のバズーカを装備した機体も登場する。機動戦士ガンダムダブルゼータでもネオジオンに接収されたか、ティターンズ残党によって持ち込まれたかは不明であるが、ネオジオンに占領されたダカールにワンシーンで本機が登場。サダラーンのそばに停泊したベースジャバー上でザク2と並んで佇んでいる。45話のグレミーの反乱の際には、キャラの配下とグレミーの配下の両方にマラサイと共に確認できる。はい、ということですね。こちらが 120mm マシンガンです。フォアグリップが稼働します。はい、シールドは2種類となります。従来のザクに準拠した、右肩の L 字のシールド、そして左前腕ラッチに接続される、オプションシールドが付属しています。はい、ハンドパーツは右の握り拳、左の握り拳はマシンガンのフォアグリップを握らせるための、長方形の穴が開いています。またトリガーに指をかけるタイプのマシンガンの持ち手が右となります。はい、稼働についてはご覧の通りです。動力パイプが肩の、関節部から出ていて、前腕とつながっておりまして、肩周り、腕周りの稼働にはね、かなり制限があります。ゼータシリーズの最初期のキットにあたりますが、ポリキャップも使われていて、下半身については
股関節、足首ともある程度柔軟になっていますので、まあ、少し足を開いて立たせても足裏が地面にきっちりと接地してくれます。股関節の軸もわずかですが角度がついていて、ファーストの時代の旧キットと比べると立ち姿もある程度改善はされています。ドイツシリーズのキットと並べますとご覧の通りとなります。ハイザックは、少し小さめといったところです。はい、オリジンシリーズのザクと並べるとご覧のようになります。オリジンザクも比較的ボリュームのある方だとは思いますが、やはり旧キットの方ががっちりしていますし、まあ、頭身も全く異なります。はい、ということで機動戦士ゼータガンダムから144分の1ハイザックの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。